そ四角い空心の隙間埋める明けぬ夜カラオケよ。エロ仙人、いつになったら修行を始めるんだってばよ。まあ待て、もう少しで一段落つくからの。何書いてんの？もうこれはだな、わしの生き様を書いておるのだ。名付けて地雷や豪傑物語。生き様？これまでの出会いと別れ、様々な出来事を書き記し、それらを通して何を得てどう向き合ったのかがまとめてある。いわばわしの意志が込められた極上の一冊や。で、それってばまだ書き終わんねえの？これを書き終える時はわしにとって全てが終わった時、わしの意志を受け継いでくれるものを見つけ、そしてそれを受け渡したと感じた時だの。だから完成はまだ随分と先だ。意志を受け継ぐとかなんとか難しくて俺にはよくわかんねえってばよ。意志を継ぐものか。もしかするとそれは。うん？なんだよ。さて、とりあえず執筆はここまでだ。次は。修行をつけてくれんだな。イチャイチャシリーズ最新作のために婚約温泉取材と行こうかの。何を言い出すかと思えば、またエロエロ取材かよ。たん、新鮮な取材をエロエロとは何事か。そんなことより修行だ修行。うるさいっての。お前の相手はまた今度だ。時の経過はまさに光陰屋のごとし、あの日の会話も今は昔。弟子は巣立ち、死は老いる。死の生き様、未だ定まらずも、未来に向け腰を上げるか。さてと、続きは戻ってきてからだの。最終章、さあ始めようか。思えばわしには数多くの弟子がいた。田里の者もいれば、後に火影となった者も。そんな弟子の中でとりわけ雑で騒がしく頭が悪い三拍子の揃った手のかかる弟子が渦巻きナルトだった。しかもそのうちに九尾が封じられているがために、暁という厄介な組織に狙われている身の上でもある。そこで少しでも抵抗できる力を与えるため、わしは真実を教えてやることにした。真実の名は螺旋岩。かつてナルトの父、四代目火影ミナトが編み出した術だ。それを息子のナルトが会得しようと努力する。時を超えた強いつながりを感じながら、わしはナルトとの修行を開始した。真術を覚えてみんなを驚かせる。そんでみんなに俺を認めさせてやる。意気込みはいいが、まずは今のお前がどれほどやれるのか試させてもらうぞ。
戦闘開始。これからに期待というところだの。この時のナルトの力は、まあ、わしの想像通りといったところだ。だが、あいつの中には前に進む強き意志があった。強き意志は忍びにとって何より大切なもの。強き意志があれば、忍びはいくらでも強くなれる。その後のナルトは着実に成長の道を歩み続けた。単純に強くなりたいという願望もあっただろうが、それ以上にナルトを触発したのはライバルという名の友の存在だった。ライバルの存在は己の錬磨にはこの上ない存在だ。そして友とのつながりは心を成長させるために必要なものだ。だからこそ友である内葉佐助が木の葉を抜けた後、ナルトは必死に奴を追うことを胸に誓った。そのためにわしとの厳しい3年の修行にも耐えた。時が経ち、月日はナルトの体も心も大きく成長させた。もっともその力が実践に活用できるか、それを試す必要はあったのだが、さて、それでは最後の総仕上げだ。実戦形式でどこまでやれるかわしに示してみろ。へへ、俺の成長っぷりたっぷり見せてやるってばよ。ふん、そいつは楽しみだの。戦闘開始。
できれば上出来。これにて修行は終了だ。当然のことだが、成長したナルトでもわしに勝つことはできん。しかし、よくもここまで成長したものだ。まだ荒削りなところもあるが、それでも9大点の出来だった。渦巻きナルト、我が弟子ながらまっすぐに歩んでいる。今まで見てきた弟子の中でもお前はとりわけ雑で騒がしく頭が悪く、そして強き忍びだった。わしの意志を継ぐ者、それはまさしく。雨がくれの里、ここに暁のリーダーが潜伏しているという情報を得たわしは、早速現場に向かい、詳細な情報を集めようと走った。ここはかつて短い間ではあったが、わしの弟子として育った3人の子供たちがいた。おのおのが互いのことを思い、彼らこそ平和への道を切り開いてくれるものだと考えていた。だが、しかし、まさかこのような場所で再会するとは思ってもみなかった。暁の者として弟子の一人であるコナンはわしの前に現れた。暁のリーダーを神と崇めるコナンからは、かつての温かさは消えていた。コナンが闇に落ちたというのか。ならば、せめて死として引導を渡さねば。決意はすでに固めてあった。お前がここにいるということは、他の二人もいるということか。それを知ったところでどうにもならない。あなたはここで命を落とすのだから。言うようになったのう、コナン。
戦闘開始。もはや神クズ同士。なぜお前が暁などに。いかに闇に落ちたものだとしても、弟子と対峙するのはやはり心が痛む。だが、わしの気持ちなど、この場では何になろうか。暁相手には情けは無用。コナンとの戦いがさらに激化する中、奴は、暁のリーダーであるペインは、悠然とわしの前に現れた。ペイン、その正体は予想していた通り長戸だった。コナン同様にかつてわしの弟子であったものだ。長戸は最も崇高な目である銀眼眼を開眼した男。それほどの者が暁という闇に落ちたのか。いや、それよりもなぜ長戸だけでなくわしの前に現れた全員のペインが輪廻眼を宿しているのか。胸中は混乱した。だがこれだけは分かっている。もはやお互いに説明は不要なのだ。長戸、ペインを止めなくてはならない。我が弟子ながら、相手はそれこそ神に匹敵するほどの力を持つ。生半可な覚悟では勝つことなどできない。すべての力を持って、奴を始末するため、わしは、二大千釜を口寄せし、千人モードを発動させた。この一戦で、蹴りをつけるために。ペイン、いや、長戸、お前がなぜこのようなことを。先生、あなたはまだ人でしかない。だが俺はあの頃より成長したのだ。この世を導く者、神よ。神か。まさかお前が冗談を言うとはな。神としてあんたに痛みを与えてやる。も
もはや言葉は不要というわけか。ならばわしも手加減なしで行く。長門、お前はここでわしが消す。勝ったのはわしだ。チャクラを限界まで使い満身創痍だとしてもペインを倒せたのであればそれでいい。二大戦釜に感謝を。戦いはもう終わった。これで木の葉に帰ることができるはずだった。あいつはペインはまるで何ともなかったかのように再びわしの前に立ちふさがった。やつは一体なぜやつは平然としている。今、残りのチャクラで、わしにできることは。諦めろ。あんたの負けだ。まだだ。わしはまだ戦える。往生際の悪い。そこまでして何になる。せめて一体だけでも。まあいい。どうせあんたはここで果てる運命だ。くっ、チャクラが足らん。甘いな。ここまで粘った。褒めてやろう。だが
ダメだ、気が遠くなる。わしは死ぬのか。わしは自分の言葉は負けねえ。それが俺の人道だ。俺はほかげになるまで絶対死なねえからよ。賢いってのがそういうことなら、俺は一生バカでいい。ナルト、そうだナルト、お前はどんな時も諦めなかった。ならば死であるわしが弱音を吐くわけにはいかんの。なぜなら弟子の人道は師匠譲りと相場は決まっとるな。そうだろうナルトよ。のう、さすがジライア先生だ、しぶとい。もう諦めろ、もはやどうすることもできない。わしが諦めるの、諦めろ。うわ、これでわしの地雷やゴーゲス物語もついに結びか。思い返せばわしの物語は失敗ばかりだった。綱手に振られ続け、友を止めることもできず、弟子と死を守ることもできなかった。ほかげたちが成した偉業に比べれば、わしのしてきたことは取るに足らんくだらんことばかり。何も残すことができなかった。いや、違う。そうだ、わしは、わしの意志を受け継いでくれる存在を見つけたからこそ、安心してここまで来られた。のう、ナルトよ。お前と共に笑い、お前と共に会ったおかげで、わしはここまで歩いて来られた。お前の存在が、わしの、わしの生き様、思うほど悪くはなかったようだの。最終章、胃の中の蛙大会で散るの巻か。ほどほどにあっぱれ、あっぱれ。さて、この物語ももう終わりだ。そろそろペンを置くとしよう。お、そうだ、続編のタイトルは何がいいかの。そうだな、渦巻きナルト物語。うん、それが